今、アライムだ。しかも、アラームのこと、アライムっつったね、今。すっげえアラーム鳴ってますね。相方の部屋。ラブロードイング中です。少々お待ちを。もうすぐね、木の氏の顔が出てきます。今日はピンクだね。アナウロードイングね。そう、でもね、結構変わるんだよね。コロコロコロっと。ちょっと待ってね。早速コメント来てます。先にごめんね。言っとくと、今日ね、怖いホラーゲームやろうって言ってたんだけど、あ、顔出たね。ホラーゲームね、やろうと思ってたんだけど、ちょっとね、ライブからね、こう帰ってきてすぐ配信ということで、ちょっともう普通のトークしようかなっていう感じで、まあ、今月あったことをね、ちょっとゆったりと喋っていけたらななんて思います。と。あ、でも嬉しい。リノシーさん、キノチ、ライブお疲れ様。ありがとうね。久々に家帰ってきた。あ、そうなんだね。お家帰ってなかったんだ。片山さん、こんばんは。こんばんは。ライブしてくれて嬉しい。あ、ありがとう。ありがとうね。めちゃくちゃ嬉しい。そう言ってくれて。ということで、ゆったり、のたのた、ライブ配信していこうかなと思います。じゃあ、まず、今日のお供はこちらです。ドン。キリンさんの金色のやつです。そしてこちらメインがこちらです。ドスンミスタードーナツです。ミスドさんのドーナツですね。こちらなんとお客様の差し入れという形になって、差し入れとしてドーナツいただいたので食べていこうかなと思います。と言ってもね、僕晩ご飯にラーメン食べたんでね、まあおやつぐらいの感覚でちょっとずつ食べていこうかなと思います。これさ、メニューわからないんだけど、これポンデリングのイチゴなの知ってんのよ。で、これなんかゴールデンナッツ、ゴールドクラッチ。わ からん。でもゴールドウンタラでしょ、多分。で、これなんだっけ？これ何これ？このポンデリングの、これ。黒いもろもろがついてるやつ。おがくずかな？おがくずみたいに、乗ってるけど、おがくずよりめっちゃ美味しいやつだろうけどね。と、これなんだろう、このパイ生地っぽいやつ。これ。これも、このゴールデンなんとかっぽいのがかかってある。これも何なんだろう、ちょっと教えてほしい。今日のチェキ、あ、ライブのね、チェキに黒田くんが書いてくれた、ランチェキの これ何？これ災害？何これ？災害？サメ害？なんだこれ、なんて、災害よし、わかんない。なんて読むんだろうこれ。目が覚めるの覚めるに、なんとかが丘のがに、井上のいで、これなんだろうね。何やですが、明日来る友達の地元でした。明日ね、事務所ライブに友達来てくれるって教えてくれたけど、その人の地元をズバリ当ててたんだ。すごいな。チョコ全部食べたら、チョコね、あとちょっとです。あとちょっとだけどね、マジで食べてる。で、僕の分の片山さんからいただいたものは全部いただきました。もうすぐなくなりました。最近ミスド食べてる、ね、あ、そっかそっか。このメニュー何なんだろうね、気になるところですけれども。うん。じゃあ早速ちょっと今月あったこともちょっと話しながら、ゆったりとトークしていこうかなと思います。明日事務所ライブなのでね、もしよかったら見てください。配信とかもありますんで、配信からの投票も可能ですんで、よろしくお願いします。あ、久々だね、こう何にもないやつってやつ。あ、開けさせていただきました。ちょっとね、ライブ終わりって美味しいんですよね、お酒が。まいです。美味しいです。僕やっぱポンデリングのいちご好きなんですよ。これ。ちょっと食べようかなと思います。まあまあお腹いっぱいです。うん。うまい。ポンデリングでね。しかもいちご。うますぎる。
ラーメン食ったって言ったじゃないですか。全然別腹。食える。ありがとう。皆さんは今日一日、どんな一日でしたか？今日はね、あ、友達がキノチ褒めてくれて嬉しいの。うん。で、ライブに、イノシさんのお友達いらしててね、お話できてすごく嬉しかったです。褒めてくれたんだ。ありがとう。よろしく伝えておいてくださいね。黒田くんのことはみんな塩って言ってた。あ、塩対応ね。うん。そうそう。塩対応だから、あいつは。あいつはもうどん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 塩対応になるから。塩対応かむちゃくちゃ言うかのどっちかやから。もうそれ二択しかないから。そうそう。片山さん、キノシー基本優しいからね。そうなんだよ。これにね、変わって木下は、優しいのゴンゲ。はい。まあ、基本っていうところがね、あ、そうね、厳しく言うところはあるもんね、ちゃんと。怒るとこ怒るとか。言うとき言うからね。ありがとう。そう、だからそういうことなんで優しいからね。よかった。褒めてくれて嬉しい。キノチ何た、うーん、キノチラーメン食べたのね。そうそう、カロリー摂取してて偉くて可愛い。あのカロリー摂取すること基本偉いっていう人なかなかこの世の中にいないですからね。なかなかありがたいですけれども、カロリー摂取してて、まあ僕の場合やっぱ偉いって言われるぐらい痩せてますから、え、こう褒めてくれないとね、すぐ忘れちゃいますから、カロリー摂取すること。だから本当ぜひぜひね、あの褒めてあげてください。カロリー摂取したことをいちいち褒めてくれないと忘れちゃいます。カロリー摂取すること。まあ、そうそう、最近あったことを話していこうかなと思って。今月あったこと。わらわら。ほんほん。あ、最近ね、あったことをメモしてるんですよ。ちょっとゆっくり話していこうかな。あのね、僕まあね、時々というか、まあ、深夜勤って言って牛丼屋で働いてるんですよね。これは言ってることではあるんですけれども。で、それでなんか、最近起こった、そのクレーム話というか、まあ僕に来るクレームじゃなくて、お客さんがお客さんに出したクレームの話なんですけれども。で、俺が、ちょっと、少しね、それは、ああ、そんなに、この切り替え早いことある？って思った話なんやけど、この間ね、深夜ね、女性一人と、なんかホスト風の男の人二人で来てた、お客さんで。で、女性一人が、でもその人はメガネかけてて、結構なんか真面目そうな顔なのよ。で、その代わり男の子が、なんかちょっとホスト風で、ちょっと、チャラい。みたいな感じ、もうパッと見でチャラいっていうのが分かるような男2人だったのね。と真面目そうな女性2 1人でこう入店してきたの。そうしたら結構牛丼とかね頼んでね、早々にそのホスト風の男2人がもうテーブルにグデーっつって寝始めたのよ。もう当たり前のように。そうで、おっと、やっぱなんだ、それこそなんだ、そのね、こう経営的にもさ、そこ寝床を提供してるところになるから良くないじゃん、多分。でもそういうのもあって、こうお店で寝られたら基本的に注意しなきゃいけないんだよね。注意しなきゃなと思う中で、まあ、あまりにその男の子2人がちょっとあまりに寝すぎてた、もうリラックスしすぎてたのね。ズデーンってもうなんかテーブルくっつけてもうズデーンって寝てたので、それを見た、多分それを見てたお客さんがね、僕に対してやっぱクレームとして、あそこすげえなんかめちゃくちゃリラックスして寝てんだけど注意しなくていいのみたいなことをこうおっしゃってくれて、で、まあまあ、あ、わかりましたって言って、そうだよなと思って、で、お客さんみたいな、すいませんみたいな、まあ、店内での就寝は、ご遠慮くださいってお伝えしたね。したら男の子は寝てて、で、女の子のそのメガネのかけてる一人の女の子が
対応しようとしてたら、そのホストの2人、男の子2人ともがね、あー寝てるみたいな、うんみたいな感じで、ちょっと店員さんだからバカにしてるような感じで、ホスト風の男の子2人が対応してるけど、まあ女の方は、女性の方は、あすいませんみたいなことは言ってくれてたの。だから、あまあまあまあ、女性の方がお話通じるから、まあ起こしてくれるかなと思って、でまあまあ解決するかなと思って、またいろんなことを作業してたら、まあそのちょっとした30分後ぐらいパッて見たら、また男の子2人、ホストの人がもうズデーンってさっきよりもひどくて寝てたの。でそれで、まあそれをなぜ知ったかというと、また別の店員さんが来た時に、あそこすごい寝てるよみたいなことを一言声かけてもらったから、いやだからさすがにね、ちょっともう一回注意しようということで、ちなみにこれ3回で注意したら、もう僕の中でだけどね、もう拉致が開かないから、3回目に注意するときっていうのはもう警察呼びますっていう忠告を入れるっていうことはもう決めてんのね、俺の中で。俺の中でね、もう拉致が開かないから。で、まあ、クレーム入ったんで2回目の。だから、こう、行ったのね。で、すいませんって。したらもう、さっきの男の子ズデーンの2人組はもう完全に無視なのよ。なんか聞いてそうな感じで笑いを言ってんだけど、もう全然寝たふりみたいな感じ、完全に寝てるみたいな、2人とも多分女の子にもう俺起きないようにするから対応しててって多分言ってたんだろうね、多分。でそれで女の子がまたほら1人かわいそうだけどさ、その女の子が起きてるからその子に言わなきゃいけなくてさ、すいませんみたいな、もうちょっとその、まあ、クレームも来てるんで、店内での出資はご遠慮くださいってお伝えしたら、まあ、その女の子がね、なんかこの後にもう一人男の人が来るって言ってたんですけど、みたいな。全然来なくって、で、今待ってるんですよって言われたんよね。で、それはまあ、すごいわかるじゃん。全然いいんだよね、待ち合わせにしてもらっても。だから、待つことは、大丈夫なので、店内で睡眠することはご遠慮くださいってお伝えして、で、したら、あ、はい、みたいな感じで女の人は言ってて、で、男の人はもうちょっとなんかニヤニヤしてるような感じで、こう、こっちに顔向けて寝てて、で、一応男の人に声かけるけど起きないみたいな感じで、どうしようかなって思ってた時に、すいませんっつって、これ2回目なんですけれども、3回目注意するときには、ちょっと申し上げにくいんですけれども、その警察の方って言った瞬間、男の人がバッて2人とも起きてすって言って、すいませんごめんなさい起きてますっていう風に起き上がったっていう、あそんな切り返すっていう、そんな話があったっていう話ね。ここまでして、でもこれ女の子嫌じゃない、こんな男の子2人って思ったっていう話なんだけど、すごい切り返しがね早くてびっくりしましたね。ありがとうね、黙って聞いてくれてありがとう。そうそうそうっていう話があってさ、そんな何、いやまずそんな男の子マジで自分に友達にそんな人がいたらめっちゃ嫌じゃない？なんか。そう。でも、あと、どんだけその警察怖いのっていうところ。いや、警察はもちろん怖いけど、その、なんていうのかな。そこまでこう、明確に、こう、切り替えるかと思って、ちょっとびっくりした。スッと来た。警察に通報しなきゃいけないとか、警察にちょっと、電話しなきゃいけないっていう、その警察って言った瞬間に2人ともバーって起きてなんかおおって思って、そんなにっていうダサすぎる、ダサいよねめっちゃ、警察っていうワード、そんなに、そう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 、なんか逆にもっとなんかあるんじゃないかと思った、そのつつかれたくないことがその男の子にっていう、2人ってしかもさ面白いよ、あのねマジで警察って言った瞬間に男の子2人とも寝たふりしてたらしくてね、結果として分かったけど、2人とも同タイムでバッと起きて、2人ともだからね、だからこの集団がそもそも逃避行グループっていうぐらいには
すごい反応早かった。で、して一応すいません寝てませんって二人とも言ってて、だから俺が最後にあま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 あ起きてもらったら全然いいんですけれどもっつって、で待ち合わせてる場合は来てもらうまでは全然いてもらって大丈夫ですっていう風な感じのことは言って、寝ないでおけば大丈夫ですみたいなことをお伝えしたけど、もうその5分以内にバーッと荷物まとめて外出てた。意味そんなにと思って、こうめちゃくちゃそんな嫌なんだと思って、でそれの15分か20分後になんかふらっと店内入ってきた男の人がいて、全然関係ない人で、ちらっとそのテーブル席見て首かしげて、あれあれって言いながらまた外出てったの。多分その人後で来るって言ってた人なんやろうね多分そうそうそう、だからそう不思議で、それ深夜だったからもう終電過ぎてたからどこ行ったんやろうっていう話で、すごいよね切り返しが。そうだね、そうそう山下満載、そうなんだよ、そこまであるって言って、なんかなんかその強盗したてのグループみたいな感じ、まあ、不思議な感じだったもんね。ホスト風のチャラめな男2人と真面目そうなメガネかけた女性1人って感じで、うん、今日木下のヒゲ、あ俺今日ヒゲでシャンクス例書いてたもんね、シャンクス役としてね、ヒゲはうん、まあ、点数にしたらマイナス 0.2% って言ったけど、チェキで見たらめちゃくちゃイケお時間出てたからプラス 50% だよ大丈夫大丈夫、気にしてはない、そこまで気にしてない、ありがとうありがとうね、ありがとう、あーイケおじに見えた、よかったね、チェキいっぱい取ってくれたからね、ありがとう。ハズレもあるだろうけどその中で当たりもあるのかな、ありがとうね。片山さん、ライブに行けない分プレゼント豪華にするね、あーありがとう、本当にありがとうね、いやありがとう、本当に豪華にしなくても大丈夫だからね、ありがとうね、嬉しい嬉しい、もちろんでね、いつかね来てくれたら嬉しい、片山さんもライブ、そうそう、まあ、そんな話とかあったりとかしてさ、なるほどなって思ったどんだけすねに傷があんだよっていう、あれこれ例え合ってる、すねに傷ってな思ったろ、面白いなって。あとね、あと最近思った疑問話したい、あでもなんかこういう機会ね1ヶ月に1回ぐらいじゃん、だから何でも聞いてもらっていいよ、質問答えるから、それこそ本当にね昨日何してたのとか何でもいいよ、そうそう、じゃあうん、あ、シャッチェキ、外れなんてなかったけど、どれのことかな？いや、俺の中ではさ、やっぱり、8割今日外れじゃねえって思っちゃう部分があるけど、でも私の宝物なので、金庫に預けるよって。いやいや、グリンゴツ銀行か。ハリーポッターのグリンゴツ銀行に預けるような、うん、言葉の重みがあるわ。凄みがある。君には。いや、今最近そうそう、ハリーポッターにハマってて、もちろんハリーポッターは一回見てはいるんだけど、相方とね今度 USJ に行くっていうことで、なんかねハリーポッターゾーンあるじゃないですか、だからハリーポッターちょっともう一回見直した方がより楽しめるかなと思ってさ、でハリーポッター第1作からねちょっとずつ見てるんだけど、で今秘密の部屋で第2作行って、うんうん、そうそう、賢者の石やろ、秘密の部屋やろ、でアズカバンの囚人でしょ、で不死鳥の騎士団でしょ、でえなんだ、あ炎のゴブレットだ、で謎のプリンス死の秘宝だ、オッケーオッケー、そうそうそう、ちょっと順番ここら辺がごちゃごちゃしてるかもしれないけど、そうそうそうって感じで、やっぱ当時やっぱりね僕もちっちゃいかったけどさ、割とね20年前の映画だからあれだけど、でもやっぱりその今見てもハーマイオニーが可愛いね、うん、ハーマイオニー可愛いんだってびっくりするね、ロンも可愛いし
ポッターも可愛いんだけど、ハーマイオニー可愛いなって思って、で、あの名シーンをね、やっぱこう印象深く記憶してるからさ、やっぱそのセリフやっぱ再燃して、自分の中で一人で部屋でボソッと言ったりする、あのフレーズ、違う、ウィンガーディアムレビオーサーよ、あなたのはレビオセーってやつ、レビオセーってやつ、ハーマイオニーがこう白目向いているレビオセーって。まあそんなに白目は向いてなかった、俺の記憶ではもっと白目向いてる感じだったけど、そう違うっつって、ロンに対して、あなたのはウィンガーディアムレビオーサー、違う、教科書のはってことよね、違う、ウィンガーディアムレビオーサーよ、あなたのはレビオセーっていうやつ。これね、すごい好きなのよ、心の。あなたのはレビオサーで、俺多分今見てるやつかな。そうそう。だから、秘密の部屋で多分、マンドラゴラ、ね、植木鉢に植えた根っこの部分に、こう、抜くと、根っこの部分に人面のね、根っこがあるの。それマンドラゴラって言うんだけど、そう。で、抜いた瞬間に、で叫ぶの、マンドラゴラって。で、もううるさすぎて、で、最近だと、ハリー・ポッター、ホグワーツ・オブ・レガシーかなっていうゲームが最近出て、また再燃してるんだけど、ハリー・ポッター。じゃあもうそれで、叫び声がうるさすぎて、窓ガラスパリーンって割れるぐらいうるさいっていう、マンドラゴラっていうやつとかを見たら、うわ、懐かしいなとか、いや、思ったね。9と4分の3番地とかにさ、いや、3番線か。9と4分の3番線にこうバーッと入りたいなとか。なんかもう一回ハリー・ポッター、これ大人になってみるとしみるなって思ったね。そうそう、帰省しないの。帰省はね、そう、帰省、そうね、大阪に行くかもね、帰省する前に。USJ 誰と行くの？あ、相方と行くの？相方と行って、そう。相方と、あともう一人お友達。そう。で、そこで撮影もしようかなって思ってる。で、そう、お友達とか、相方とは大阪でじゃあねっつって、俺、まあ一人でちょっと、楽しもうかなと思ってます、大阪。木の氏のツイート見た。ハリー・ポッターオタクのひーちゃんが、あ、今日来てくれたお友達ね。絶対私の方が詳しいよ って張り切ってたよ。いや、戦ってない。俺多分、そのひーちゃんって方には負けるよ。俺、詳しくはないよ、俺、正直。詳しくはない。本当に詳しいとは言ってないからね。そうそう。あ、でも、ね、今度、ハリー・ポッターのお話させていただけるならさせていただきたい。あ、そうなんだ。張り切ってたんだ。今度、ハリー・ポッターのネタ作ってよ。私のマブが喜ぶから そうね、ハリー・ポッターもありだね。じゃあ、黒田くんに、ネビル・ロングボトムの役させようかな。ネビル・ロングボトム。ネビル・ロングボトムでもいいしな。俺がロックハートの真似しようかな。か、相方にボルデモート訳させて。で、ヘビ語話させようかな。シュヘビ語話させようかな。あ、アズカバンの囚人までは見た。ああ、そうそうそう、なんかね、アズカバンぐらいで一回ね、収益っていうのは、総額、なんだっけ、興行収入だ。興行収入がアズカバンで一回落ちるのよ、ガクンと。で、不死鳥の騎士団から、またボーンと記録が上がって、そっからどん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 ね、上がっていくんですよ、ハリー・ポッターって、実は。そうそう。だから、結構ね、一回アズカバンで離れたっていう人いらっしゃるんですよね。アズカバン前後ぐらい。あ、サルケジさん、こんばんは。ほうほうほう。あ、そうそう、さっき話そうと思ってたことあったんだ。でさ、こう話したいことがあってさ、もうこれ、俺が男だから、その女の子に聞きたいことでもあるんだけどさ。で、これ、多分、俺が言う、あのね、まずね、これ、俺が今から言うことって、めっちゃモテないと思う、多分、普通に。めっちゃモテないこと言っていい。だから、
なんかハスに構えた男のザレ言と思ってちょっと聞いてもらったら嬉しい。今日の、ギャビツのホイ君ね。ホイさんと裸月光の写メ。ああ、ツイートにあげたやつ。丸顔二人に挟まれた木の血が さらにガリガリに見えて笑った。あ、そう。あ、でも確かに確かに。わかるわかるわ。いや、俺がまたそれがもう、そうだよね。そうそう。あ、今、ホイ君からツイッターフォローされてありがたい。ギャビッツのホイ君とアーシングステップ君とね。アーシングステップ君も話しかけてくれて、嬉しかったです。で、仲良くなった。そうそう、確かにね。あ、そうそう、だからそうそう。モテない男のちょっとざれ言と思って聞いてほしいことが一つあってさ、さあ、これなんでだろうっていうことで、これあるあるとして伝わらないかもしれない。何何？そうそう。聞いてね。そう。これあるある、俺の中のあるあるを言うね。ちょっと。いい？あるある言うよ。いや、この前振りなんか言わないやつだけど言うね。あのさ、女の人と話してる時ってさ、なんでだろうっていつも思ってたことがあって、それ何かっていうと、女の人が、これ友達の話をするとするじゃん、例えば。で、結構な割合ね。結構な割合ね。多分、リノシーちゃんとは違うと思う。リノシーちゃんとかは多分違うと思う。だけど、結構な割合で、8割ぐらい、俺の中で8割ぐらい、女の人って、自分の友達の話をするときにさ、なんかさ、お前さ、なんとかじゃね？みたいに言ってきて、って、結構ね、その友達の表現をするときにね、声低くすることが多いのよ。すっごい低音の友達しかいないのっていうぐらい、7割か8割が、その女の人が友達の話をするときに、声低くすんの。なんか、まるでさも男友達っぽく言うのよ。お前なんとかじゃね？みたいな。お前またやらかしてんじゃん、天然。とか。やってんね。やってん、なんとかじゃん。みたいなことを低音で言うの。って言って、そこで切り替えて、みたいに言ってきて、って言って、私、そうなの？みたいな風に思ったんだ。みたいなとか言うのよ。大体。そのバイト先の人とか、ふとね、会った人とかって。で、しかもさ、それで、あ、じゃあ男なんだって思うのよ、その人って。あ、そんなことを気軽に男の子いるんだって思うじゃん。したら、なんか、なんとかじゃね？みたいに言ってきて、あ、その子、女の子なんだけどね、っていう、結構、そのうちの半分ぐらいは。だから、女の子なのよ。じゃあ、え？って。なんでさ、その友達を表現するときにすっごい声のぶといのとか、低音とか、なんとかじゃね？みたいな。なんか、なんなんやろうって思って、これ。結構な割合でそう言うのよ。そう。だからさ、俺、これで考察してんのよ。この情報で。キノチ、ドギャルとしか関わってないの ってくらい偏見で笑った。偏見？やっぱこれ偏見？私の周りにそんな口悪い子いない。ああ。いやね、その子全然ギャルでも口悪い子でもなくて、で、まあ別にそんな関わりがある人でもないんだけど、そんな子でさえも言うのよ。なんか。そうそう。なんか例えば、まあまあ例えば、いやそうな、普通の子よ。でも、私の友達ホス教で、みたいなことを言うのよ。ホス教、ああ、ホスト狂いってことか、と思って。あ、ホス教なんだね、って言って。したら、そうそうそう、したら、ホスト行くべ、って言ってきて、で、私もしょうがなく行ったんですよ。その前にホスト行くべ、低音じゃね？みたいな。男ではなくて、女の人だよね？みたいな感じの なのよ。だから、なんでこんな低音になるんやろ、友達の表現をするときって。だから、まずは、あなたのお友達、もしかしたら自分のことを低音で表現してるかもしんない。で、多分その人と会っても絶対低音じゃない気がするんだよね。それか、で、俺は思うの、そこで。推察があってさ、私の世代じゃないね。あ、そうなんだ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。世代っていう差があるんだね。
若い喋り方。ああ、若い、その世代だからかな。はあ、はあ。いや、だから俺、それを思って結構7割か8割ぐらい、その友達を表現すると低い声なの。だから俺、それ、俺に問題があるんじゃないかって思い始めてさ。だから、なんだ。だからこれ、案に、私の友達、もしくは私の友達になる条件として、お前なんとかじゃねっていう風な友達しか私の周りいないよ。だからあなたも砕けた方がいいよって暗に言ってんのか？これはって思ったりするんだよ。まあ多分違うのかな。どうなんかわかんないけど。あなたそんなにかしこまってるけど、私の友達、私に対しての関係性っていうのは、なんとかじゃね？だる。みたいな。なんか、こんな感じなんだよ。だからあなたもこんな感じで、来なよみたいなことを言ってんのかとか 思うぐらいには8割7割がその女の子が言う発言は低音で発言するのよ。だからこれ何なんやろうって思ってずっと不思議に思ってたんやけど、これツイートしようかなと思ったけど、なんかそれちょっともうなんか変な問題になりそうな気がしたから、配信で言おうと思ったんやけど先に。 そうそう、私初老だから、いやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。そうそう。だからさ、不思議に思ってさ。そうそう。で、男が男を表現するときっていうのは、まあまあ、それはなんとかじゃね？とか言ってきてさ、みたいな。いやいや、そうじゃないよ。とか、まあ、なんか、そういうことを言う。で、それが、なんか、女の子、男が女の子の友達がこう言ってきた。っていう時は普通に女性を演じると思うんだよね。か別に普通にこう言ってきた友達がっていうか。だからそれって例えばじゃあ食べ過ぎじゃないって言うとするじゃん。そしたらそれ食べ過ぎじゃないいくらなんでもって言ってきてさって少し女性っぽい表現をするの。でもこれ女性が例えば誰か例えば僕とかに話す時はそれ食べ過ぎじゃね？って言ってきてさ、私もさ、そう思ったんですけど、みたいなこと言うのよ、マジで。いや、だから、のぶとって思って、え、そうなん？いや、で、それで、いや、男やな、これはさすがに男やなって思っても、あ、今のは女の友達なんだけどね、みたいなこと言うの。そうそう。なんかそう、不思議やなと思うし、さらに女友達だけどねって言うってことは、男友達がいるとは思われたくないのか？とも思っちゃうっていうね。なんかもうよくわかんない感情になっちゃう、その時っていう。ん？どういうことだ？とか思っちゃう。私無意識にそれやってたりしないかな。多分それ言ってる子も無意識だよ、多分。いや、絶対そうと思う。でもね、絶対にね、いや、リロシーちゃんとか知らないよ。知らないけど多分言わないと思う、多分。わかんないけど。ね、そのチェキとかそういう話の時とかだけど、そんなことは何も感じたりはしないけど、いやでもね、いや言う人はマジで言う。何なんだろう。ちょっと自分の、じゃあ親友でもいいわ。なんか友達の表現するときに、その、やんちゃ男みたいな言い方してない？違う？ いや俺はね、やっぱそれ、しかもなんかじゃねえなのよ。絶対語尾じゃねえとかって言われて、みたいな。だから自分が多分プリンセスになりたいのかな？なんか、その友達が男の子っぽい友達でそういう風な感じで、私は、まあある種プリンセス的な対応してるんだよってことを言うってことを言いたいのかもしんないけど、その瞬間演じてるのがプリンセスじゃなくて男の子だから、そう見えないというか、今演じたって思う方が強いっていう。っていう、なんかまあまあ、簡単なしね、俺がこれ最初にね、話の切り口として言ったこと、もうそれに帰結するんだけど、結局俺モテない。これだけ。マジでモテないでしょ、こんなとこ見てたら、男が。もうそんなもんさ、ああ、可愛らしいなーって思っとけば、それでいいのに、そうそう。今男を演じてない？そんな男っぽい女性しかいないの？周りっていう。いや、別に男っぽい女性はいいはいいじゃん。じゃ多すぎない？周りに男っぽい女性。っていう風に思うっていうのが、多分俺の中の友達の話するとき絶対低くすんだよ、声。だから不思議。
最近の若い女の子、蝶とかつけるね。蝶 とかつける？あ、そう。逆にもう蝶いなくなってるとかじゃない。蝶じゃないんだ。蝶とかつける。男の人に女同士の会話って下品だよとか言ってる女性はそういう言い方するかもね。なるほどね。そうそう。でね、俺正直な話、そのもあって、いや、女性が言ってくるじゃん、不意に。いや、女同士の会話下品だよとか、女同士の会話えげつないよとか。まあ、もちろんわかる。男同士の、下ネタって、いわゆる、なんだろうな、誰かの顔を想像しないけど、抽象的な、女性のことを言うじゃん。多分。だけど、女性がえげつないのって、割と、その断定した男の人の顔が出てる状態でも、結構ディティールを詰めて話すっていうこと。これを多分えげつないとかっていう話っていう話なんでしょう？多分。そうそうそう。多分ね。だけど、俺だけどよ。わかんないけど。だけど、やっぱそれをあんまり聞いたことがない。やっぱり。だからそれはやっぱ女同士だから出ることなんかな。わかんないけど。そうそう。だから、まあそうね。まあ、俺はちょっとやっぱり多少幻想を抱いてる。あ、童貞側の人間だからさ。やっぱそこは聞きたくないなって思っちゃう部分はあるかもしれない。そうそう。全部作り話っていうわけでもなく、ああ、違う違う違う。これはね、なんかね、マジっぽい。マジなんだよ。多分ね、今まで聞いたやつ全部多分本当なんだよ。いや、だからね、単純に多分ね、自分をプリンセスにして、周りが、もうちょっと、なんだ、野良っぽい。ちょっと野蛮風にして、自分の株を無意識に上げてんのかな、っていうのが説に一個ある。一説によると。僕の説としての一つね。あとは、まあ、本当に砕けてるから。そのぐらいの言い方を、さっき言ったその女性の中での下ネタは下品みたいなことで、女性同士だとそういう話し合いになるのかもしれない。それってなんでかというと、例えば女子校ってなんかみんなそんな言い方じゃん。簡単に言うと、女子校の表現で、なんとかじゃねとか言う。つまり女子校出身の人が女子校の話するとき、低音じゃない？多分これに近いと思うんだよね。ってことは、これ砕けると、もしかしたらみんな女子って低音っぽく喋ってんのか？ってなると、あんま見たことねえぞ。俺はね。っていうふうにも思うっていう。そうそう。ああ、そう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 。だからね、一番想像しやすいのは、女子校出身の人が女子校の話するとき、その女子高生は、ものすごく野蛮に見えるじゃん。で、多分、大体野蛮に見せたいエピソード話をすることが多分多いし、本当だとは思うんだけど、まあまあ、にしても、それを女友達の時に言うこともそうなんかと。で、そうだとしたらよ。そうだとしたら、童貞、片足童貞、片足童貞代表、日本代表、エースストライカーの木下的には、幻想を抱いてる。はっきり言うと女性に幻想を多分抱いてる部分があるから、耐えられないかもしんない かもしんない。まあまあごめん、めんどくさくない。嘘嘘嘘。そんなことないけど。まあでもそのぐらい面白いなっていう。まあそれもそれでね、そういう表現のしてる感じも可愛らしいなと思うけど。そうそう。いいよ、木の地は私にだけモテてれば。俺、モテてるって話してないよね、一個も。モテてるっていう話はマジで一個もしてないし、モテてないしね、マジで。普通に多分女性と会話することは俺だってあるよ。そのバイト先のなんか、お客さんが来ないさ、10分とかあるじゃん。お客さんが来ない。そこでなんか軽く世間話ぐらいはするで、その時の話ね、例えば。まあ、バイト先じゃないけど、別にその話。みたいな話。リノシーさん、キノシーをよろしく。ねえ、何をうちの息子をよろしくお願いしますみたいな。娘をよろしくお願いしますみたいになってるけど。いやいや、勝手にやめてね、そういうの。片山さんも一緒にキノシーを愛していこうね。どういうこと？ありがとう。私は弟的存在にしてくれるんだ。ありがとう、片山さん。弟。だから、そうね。だから、こう、
前昔のドラマの松潤的な感じでね、ワンちゃんみたいな感じでね、飼ってほしい、飼ってね、じゃあ僕を。 ああ、女性の下ネタは身近な人の話するね。あ、そう、だからそこにディティールやね、顔が浮かぶ人の含んで話すじゃん。男の人ってやっぱそれはしないもんね。あの女のこれがダメ、あれだったみたいなことは多分聞かないな。ああ、確かに、笑い笑い。そう、女子校のね、そう。あ、私、高校女子校だった。ほんま下品よ。ああ、やっぱそうなんだね。やっぱ有名な話だと、ほら、また開いて、下敷き、おスカートの中に風を送るみたいなのとかあるじゃん。でも一応、共学でも一応あるはあるもんね、そういうのは。見たことはあるよ、そういうの。してる人。遠くから。おー、元ボスかな。女子校のボスとかいるのかな。裸月光は一生童貞でいてほしいし、バイトでも仕事でも女性とは一言も話さずに生きていってほしい。かっこ過激。過激だね。過激すぎるね。あと、黒田かわいそうすぎるね。ここから その十字架背負うには。それはちょっとかわいそうすぎるね。いくらなんでも。ああ、ちょっとミスとくいます。いや、でもさっきで言っとく。マジで言っとく。裸結構マジでモテない。で、もう、ほぼ童貞です。本当に。あ、下敷きやってたんだ。やっぱね。そうだよね。他ある方やもさ、女子校出身で、うちの女子校、エグかったみたいな。あ、でもマジで、放送の、に OK なやつでお願いします。本当に。そこは本当にお願いします。でも、放送。だから、ね。そうだからさ、それこそリロシーさんのお友達、女のね、お綺麗な方、僕お話ししたじゃん、そのね、ある程度ばったり会うっていう形で。でももうその時も明らかに俺は俺で、自分でふとして俯瞰で見た時に、うわー、俺はね、お綺麗な若い女の子3、4人に囲まれてテンパってんなーって思ったもん、自分で。自分で喋りながら、うわ、目泳いでるわ、とか思いながら と思った。嬉しくもあり、ありがたくもあるけど、うわ、めっちゃテンパってる俺、と思いながらお話しさせてもらった。黒田くんはそろそろ魔法使いになれそう。そうね、もう魔法使いはね、なってるっぽいもんね、多分。だから、これ40になったらどうなんだ？ね、40になって童貞やったらどうなんだろうね。わかんない。黒君彼女はできたの？いや、もうマジでみじんもないよね。正直、まあ俺が言うのもおかしいけど。いや、だからさ、ついこの間さ、ね、女性の方にさ、もしその彼女できた時って、例えばお家とか呼ぶんですか？とか言われたの。でもそこで初めて考え出すよね。ないよなぁと思って。そしたらどうすんだろうと思って。確かに。って思ってさ、あ、そうか、それやっぱおかしいんだよなぁと思って、俺ら。とは思ったの。いいんだよ、ヒノシーがモテたら私、焼いちゃうから。どういうこと？ 世間ではお嬢様学校と呼ばれてたけどね。おお、あ、ええー、あ、やっぱお嬢様学校、中はえぐいみたいなの、マジで。ちょいちょい聞くもんね。ああ、そうなんだ。高子さん、ほんまですか？聞くよ。若いブサイク 若い、ちょっとね、ビジュアル的にあんまり、よろしくないと評価されたね、当時。っていう男の先生に、わざと黒板のチョークに紛れて 喋れるか？お前喋れるか？ お前って言っちゃうわ。まあ、そういうね。ああ、なるほど、なるほど。そういう女子特有のものを、こう、置いてたんだ。チョークに紛れて、ああ、なるほど。ダメだよ。ダメすぎるな。なるほど、なるほど。はい。
いやーよく、いやーこれはどういうことだ、これは。それはすごいな。それってさ、どういう感情なんやろ、女の人はね、女の子は。そのさ、まあまあもちろんそのかっこいい男の先生にはしなかったんだね。そこはまあまあ理解はできる。逆に言うとそういうふうに、まあ、うわーってなってるっていうふうな評価の男の先生には、それは逆にするんだ。で、キモいみたいなことを言いたいの。そのステル様とか。ってこと？おー。で、一旦置いといて、まあ、女子高生の、まあ、そういうもの、女子特有のものを、まあ、僕世代とするじゃん、大人として。が、授業だってなって、まあ、またやんややんや言われるし、嫌な雰囲気やし、キモいって言われるわ。あ、もうこの時点で嫌か。で、さらにそこのチョークに紛れて置いてる。なるほどね。いや、これさ、怒るにも怒れないけど、怒るけど、怒らなきゃだけど、これもうどうすればいいやろうね、これ。難しいな、その返し。冷静に考えると。まあ、まず、むずいな。まあまあ、まず知らない人のなんて持ちたくないから、むずいね、これ。だからって委員長とかいうのもだから、まずビニール手袋、でも俺がせないかんのっていう話やし。難しいね、返し。先生、大変だね、世の中の。いや、マジで、これはなんかもう、キモいとかどうこうとかじゃなくて、実際に起こったことを、じゃあ自分側として考えてみるっていうのは、ね、こう、考える価値はあるじゃん。でも、どうすんの、これ。マジで、確かに。これ、まあ、もちろん、その、これをやった人って言って、もう、自分で片付けておくように、が、まあ、ベストか。そうだね。そういうことか。むずー。まあ、まず、その、なんだ？気持ち悪いことだよーとは言わなきゃいけないよね。その、気持ち悪いことなんだよ、これは。だよと。その、女の子が、していいことじゃないよっていうことはもう言わなきゃいけないと思うから、言わなきゃいけないと思うけどね。むずー。あ、それはえげつないかもね。で、これ、教育には起こりないことだもんね。なるほど。面白いです。このエピソードが面白いね。あ、下敷きはみんなやってたね。ああ、みんななんだね。そっか。むしろやった方がいいみたいな感じなのかな。その、やってこうぜみたいな。なんか、でも俺考えるもんね。だから、その、女子校とか、まあ、看護科って看護師たちが目指すっていうところになると、やっぱ女子の割合って、違うじゃん。うちの高校もあって、1クラス、途中から2クラスかな。看護師を目指すクラスっていうのは1クラスあって、それはやっぱ比率がやっぱ男性が少ないの、4人とか。で、他30人ぐらいが女性みたいな。まず、俺はもう一つ地獄だなって思ったけど、これどうなるんだろうっていうね。例えば聞くんだけど、工業高校に女子1人みたいな、クラスに女子1人っていうと、モテんじゃないって思うかもしんないけど、意外となんか、うわ、キモいとか、絶対に付き合わないとか聞くんだよね。なんか。不思議だよね。同じ小屋に、こう、1人オスとか1人メスとか入れるさ、そういう動物の飼育箱があったとしてもさ、なんか普通にめちゃくちゃモテるそうなんだけど、そういうことになるんかな。やっぱりそれよりもその、それ以外の人たちの方が、やっぱ、いっちゃうのかな、意識ね。難しいとこだけど。不思議だよね。キノシーの可愛さは私だけが知っていればいいな。さっきから何その過激派みたいな。なんで怒ってるマークしてんの？なんか俺知ってる？なんか ねえ、キノシー、私にもお前って言って、いや、なんでお前にお前って言わないかんのよ。ボケ。これでいいの？こんなこと言われていいの？木梨くんは、そのね、女性特有のものね のズボンは入っていったの。ズボンは入っていったの？入っていたの？いや、ズボンに、じゃ、ズボン、どうなんだろうね。わかんない。何すか？ああ、そういうこと、ごめんごめん。俺はごめんごめん。俺が間違えてた。ごめんね、ごめんね。違うわ、違うわ。俺が上のやつを、のイメージのまま読んじゃってる。違う違う、女性特有のじゃないよ。ボンタンね。ボンタンのズボン。あ、俺ら世代じゃなかったね。やっぱもう全然、10、
個上ぐらいの人はボンタンとかいう話かな、多分。俺ら世代はボンタンっていうのはなかったかな。だから別にそんな不良学校も行ってなかったから、裏側のボタンの部分を潰すみたいな、なんかそういうのとかはあったよね、うん、ぐらいで、まあ、そんなやんちゃな学校でもなかったって感じでした。でも大抵男性教師は奥さんは卒業生でした。やっぱそうなの。まあまあそう、でも大抵ってすごいな。やばいね。そうなんだ。まあでも奥さんだからいいんじゃない。だからそうなんだよ、単純にやっぱりさ、まあ、もうすごいさ、冷静な話、冷静な言い回しを得るとしたら、冷静な言い回しをするとしたら、やっぱり分母が多いからね、やっぱりその人一人が出会う、分母が多いから、女性と出会う回数という意味での分母ね。これ逆もしかりね、男子校に女性教師ってなるとそれも分母が多いじゃん。ってなると単純にチャンスが多いってことではあるよ、ね、うん、一つは。ただ相対的なイメージがつくっていうのは大変、だからそういう意味では、その年間を通して我慢したら次の年もしかしたら評価を高い学年かもしれないしね、先生って。その1年耐えると今度はあの先生かっこよくないって言ってくれる、学年を仕切ってくれる女子が現れるかもしれない、ね、女子校の場合。だから評価なんて割とそれぞれだから、割とそうかもね。キモいって言われてる男性教師も、もしかしたらその3年後にはかっこいいって言われてるかもしれないし、なんかダンディーみたいな。そうなんだ、そうそうそう。ヤンクミ的な先生はモテない？あ、そう、いや、わかんない。でも先生はどうなんだろうね、やっぱり。クラスだとそうなるっていうけど、ヤンクミ的な女性の先生？いや、でもなんかやっぱりヤンクミ的な女性の先生よりは、やっぱりちょっと、まあ、保健室の先生とかは学生にはモテてたよね、多分、普通には。あんまりわかんなかった。先生に憧れるって気持ちが、なかったからさ、一回も。わかんないけど。部活で男子、あ、ボタンさん、バンチャー。部活で男子10人、女子1人の状態だったけど。はい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 。もう動物園だったな。はいはいはい。まあ、うんちとかおしっこでゲラゲラ笑ってたの、ほんま楽しかった。はい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 。あー、ふぅ。なるほどね。動物園だったんだ。ああ、なるほど、なるほど。いや、いいんじゃない？でもそれ。ああ、なるほどね。へえ。え、それはいいじゃん。その、わかるわかる。そうかそうか。あ、でも、うんちおしっこで笑ってたんだ。なるほどね。俺がサッカーの少年クラブでいた女の子とかは別にうんちおしっこでは笑ってはなかったっていうか、うんちおしっこってあんま言わなかったね、意外と。そっか。木の氏呼び捨てで呼んで、呼ぶか、それはマジで呼ぶか、意味がわからんから。俺の学校は朝校門の前で男子教師が竹刀を持っていた。昭和レトロやん。今いたらもう逆に女子高生にモテんじゃない？写真パシャパシャだよ。昭和レトロって言って。モテんじゃない？マジか。そうなんだ。そうなんだね。面白。いや、なんかみんなのその学校話聞きたい。めっちゃ面白い。で、これ何の話から始まったかって、やっぱあの話から俺が。その女の人は自分の友達を表現するときはすごい低音に表現するっていう話から広がったっけ。すげえ広がってんじゃん、話ずっと。ああ、でもそうか。そうなんだね。ポンデリング食べますよ、これ。ヒーン、憧れの呼び捨て。意味わからないでしょ、お客さんのことを呼び捨てしてる芸人。痛すぎるくらい？いくらんでも。うん、この前中学3年間学年主任だった先生に会ったよ。おお、へえ。
卒業してもう25年だけど、今だから普通に話せる。確かにね。卒業して話すともう大人と大人の付き合いになるよね。うん。先生、そういう時が楽しいんじゃない？結構ね。うん。そういうのいいよね。やっぱり、俺もやっぱり、そのね、卒業した高校にふと行って出てきて、そしたら先生に会って、お久しぶりですってお話したら、やっぱ、ああ、君は覚えてるよって言われて、ああ、ありがとうございますみたいな話からさ、で、まあ、ちょっとご飯行かないかって言われて、学校終わったら少し待っててくれって言われて、 ありがとうございますっつってご飯行って、で、いや、まあ君はね、ちょっと学校不登校気味に最後なったけどみたいな、でも無事卒業してくれてねみたいな話から、今芸人やってるんでしょみたいな、はい、そうですって、まあ学校の教師がね言うのはいいことじゃないかもしれないけど、やっぱり学校なんてね、卒業してなくたってね、人生はいろんな道があるからね、いいんだよって先生がね言ってくれて、あ、これはやっぱ卒業したから言ってくれる言葉なんだななんて思って、で、まあ僕のね、その息子も障害を持ってて、うん、で、知的障害を持っててみたいな、ああそうなんですねみたいな、僕の叔父もそうなんですけれどもつって、そうかつって、だけどさみたいな、もう私は来年で定年なんだけどね、まあ、書籍で書いてんだけどね、私も来年で定年なんだけどみたいな、でふと思ってんだよ、私が教師を定年退職した時に何が残るんだろうって、でその時に息子障害を持ってるけどパン屋をやりたいってね、その支援のね学校とかで言ってくれてて、でパン屋を広げたいって、でそれが定年退職した後に夢がなかった私の一番の夢になったんだ、そういうことからしてもね、そのいわゆるもううちの子だってちゃんとした学校を卒業しているわけじゃないけど、こうやってね人に生きがいを与えるってこと、もうこれだけで素晴らしいことだから、君もねそうやって芸人としてね、その人にもしかしたら希望とか生きる勇気とか与えてるかもしれないし、笑いをね生み出してるかもしれない、まずはそれが素晴らしいことなんだよと教えてくれて、ああこれはまあ卒業して卒業生だからこそね教えてくださる言葉なんだろうなと思って、すごい、あ、なんかこの関係いいなって思ったね。うん、そうそう体育の授業じゃないのに校庭追いかけられたのは怖かったってあ、そうなんだ、体育の授業じゃない時に何かやったんかな、モンタママさんが追いかけられたんだね。へえ。女子校持ち物検査よくやってた。はい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 。バレンタインデーにチョコ禁止、持ってくる子は駅のコインロッカーに隠し持ってる。なるほど。しかも、それを渡すってことは、それは先生に、それともやっぱり女子校だから女の子が女の子に憧れるみたいなこともやっぱり絶対あったの、あれよく聞くけど、絶対あるって聞くけど、女子校でやっぱ女の子に憧れ出す人がやっぱ出てくるみたい、モテる先輩がいるみたい、絶対出てくる、聞くけど、女性はスカートがすごく長かったよって、あ、そうなんだ、たぬきさんのとこは、うちも校則厳しかったら持ち物検査、髪型ももう耳にかかっちゃいけないので、刈り上げちゃいけない、ツーブロック禁止で、眉毛に前髪はかかっちゃいけないで、靴下はもう絶対に学校指定のソックス、うんうん、こんなんも当たり前、カバンの下敷きは抜いちゃいけない、うちマジで福岡で一番けん校則が厳しいぐらいの学校だ、好きな人とか友達に呼び捨てされるのとても胸キュンするのでちゅうちゃん、わかった、それはわかる、それはわかった、じゃあそれをだから俺がリノシーちゃんに対して呼び捨てをしてるのを、例えば誰かに見られたりね、ファンの人がね、あのファンの人呼び捨てしてるわ
いた、あの芸人ってなるからね。普通にね。呼び捨てダメなら、りっちゃんって呼んで。りっちゃんって。いや、もうそれしたらそれはアカウント名をりっちゃんに変えるべきよ。もう、りのちっていう名前とかも全部捨てて、りっちゃんっていう名前になるんだったら、俺はそれを呼ぶしかないじゃん。うん。っていう。すごい、諸葛亮孔明のね、策みたいなことを、ね、言ってそうで、めちゃくちゃ簡単なことではある。体育の授業、あ、違う違う。遅刻したらバケツ2つ持って、教室の前で立っていたよ。え、さぬきさんって何？その昭和のドラマの世界の中の学校なの？ マジであんの？遅刻したらバケツ2つ持って、教室の前で立って、で、校門の前には竹刀持った教師がいて。マジ？すごいな。片山さん、拍手拍手。早くスパチャ投げられるようにしてください、おこおこ。マックス課金して必ず呼び捨てさせますから。いや、俺、課金したから呼び捨てすることはしないわ、逆に言うと。むしろしなくなるよ、そんなことしてた。没収されるものが多くて、帰りはカバンが軽かった。なるほどね。そうなんだ。いや、ポンタモンさん的にはちょっと少し問題児的なところだったのかな。でもね、わかる。いや、もう、うちも、その校則厳しくて、マジで、まずね、あ、これ、みんな多分違うでしょ？自分の机の引き出しの中にも物を置いてちゃいけないの。置き弁って言って。置き弁しちゃいけないのよ。そう。だから、絶対にその日の授業のやつの教科書とか、なんとかかんとか、体操服から全部、絶対にその日のうちに持って帰らないと、急に抜き打ちテストで置いてあったら全部没収されるの。先生から。そのさ、その校則の意味がわからんくない？冷静に考えたら。これ自分の机だし、むしろ忘れ物しない可能性が高いし、ただただそこを持って帰るっていう重さの苦労を排除できる。いや、それって人生においてはスマートに生きるってことでもあるじゃん。だけど、置き弁っつって置いちゃいけないと。なんか風紀乱すのっていう話で。意味がわからないのよ。本当に。うちの学校。そう。だけど、置いてちゃいけないのよ。意味がわかんないよ、本当に。引き出しの中に、自分のよ、自分の机の引き出しの中に置いてちゃいけない。じゃあ、例えばさ、盗まれるとかあるとしたら、鍵付きの机を買おうね、学校さんって思うし。うん。やし、例えば体育の授業だとしたら、その間はお留守だよね、が教室っていう話だし。とか、まあ、鍵かけようねとか、まあまあ、わかんないよ。とにかく、意味がわかんないじゃん。置き弁をしちゃいけない理由っていうのが意味がわかんないのよ。本当に。っていう。だから、まあ、ここでうちの学校って、まあ、そうすればするほど意味がわからんし大変だから、やることっつったら、あれね、トイレ、男子トイレの、なんかさ、こう、カコンって開けたらさ、トイレのパイプみたいなのが、こう、あるやつあるじゃん。わかる？開けたらトイレのパイプがあるみたいな。トイレとか、まあ、いわゆる、水、その、まあ、いわゆる本当パイプよ。その中の、ダクトっていうのかな。そのダクトのところに、カバン、補助バッグっていうのがあるから、サブバッグっていうの。その中に置き弁の道具を入れて、そこに置いとくと。抜き打ちが嫌だから、つった。っていうのがあったね。うん。男子トイレの。結構何人か入れてた、そこに。ダクトに。でもね、こんなことしなくたって、もう普通にこんなことになるぐらいだったら、本当に引き出しに置かせてくれよって意味がわかんないよ。本当に。って思ってた。俺はしてないけど。2ブロック禁止ってマジで意味がわからんでしょ？むしろいいじゃん。っていうか、なんなの？それで治安が悪くなる学校なんなの？マジで。めちゃくちゃ可愛いの。ああ、可愛いからってこと？いやいや、可愛いはちょっと関係ないけどね。うん。配信で一回だけ言ってくれればいいのに。もうギャグ、もうむしろそのアプローチもうマジで言えなくなるよ、むしろ。例のあの人って言ってしまうよ。うん。ボルデモートみたいになっちゃう。もう絶対に言っちゃいけないって言われれば、あ、言いたくなるし。逆に言って言われたら言わなくなるよ、それはね。うん。多分。さぬきさん、バケツ ああ、バケツ漫画みたいだねって。そうだね、本当に。
ああ、気持ちいい、固くな。あ、いや、まあまあ、そりゃそうだ。教科書は学校に置きっぱなしだったから、化粧品とか着替えちゃダメとか。なるほどね。なるほどね。そういうことね。化粧品とかね。なるほど、なるほど。そうそう、置きっぱなし、なんでダメなのかが俺には分かんなかった。本当に。意味が分かんなかった。あ、化粧品とかね、やっぱ女の子は化粧したい年頃だしね。でもやっぱどっかでね、止めとかなきゃ、なんかいろいろ風紀っていうところはちょっと分かる。うん。メイク禁止とかも、謎だった。で、ある程度まではいいと思うけどね。高校卒業して就職するとしたらすぐに、そうそうだ。社会人としてメイクはしなさいとかいうマナーあるのに。そうね、本当に。でも本当意味わかんないよね。なんか急に大人になりなさい。で、それまではメイクしちゃダメとか。意味わかんないよね。急にメイクしなきゃマナー違反とかいう感じになるじゃん。まあよくわかんないね、本当に。3回ぐらい立たされたんだ、バケツ持って。すげえな。本当にあれじゃん。ぴょん吉とか、おそ松くんとかの世界じゃん、それ。すげえな。いまだに夢で、宿題忘れてるって、はっと目が覚める時がある。あ、わかるわかる。俺も、うわ、部活行かなきゃって思う時あるもん。てか今度さ、ジオゲッサーでこの間さ、こう、私は急に地球のどこかに飛ばされました、日本のどっかに飛ばされましたってゲームやったじゃん。あれで、俺、黒田くんとお互いに、高校の通学路とかをジオゲッサーでたどる配信するね、今度。それ絶対する。で、ジオゲッサーで早く、もうとにかくスピード勝負の回もやる、絶対。だと、ホラーゲーム配信やる。これフリーゲームであるから、ホラーゲーム配信やる。で、それとは別で、さっき言ったオーバードーズうんたらかんたらっていう、配信者。ちょっといわゆるメンヘラの配信者を育てていくっていうゲーム。これもフリーなのでやる。これもやります。なんでね、ちょっとシリーズ的なのをね、ちょっとぶっこんでいこうかなと思うので、ぜひぜひね、最初の初回からね、ついてきてほしいなと思います。秋のチェキのサインにウサギとクマのイラスト描いて、わかった。それは大丈夫。やっとくね。ありがとう。宿題チェキっていうのはね、あるから。ありがとう。預かってるからね。ヒロシャン、わかるわ。むしろ社会人ナチュラルメイクを女子に教えるべきよね。もう授業でね、入れちゃっていいと思うね、本当に。ポンちゃん、それな。今の学校だと体罰になるね。あ、むしろね、そっち系はね。そう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 。そうだね、本当に。あ、ホラーは怖い。あ、まあやっぱ苦手な人。あ、でも片山さん結構、ね、ホラー的なやつ好きとか言ってなかった。そうなんだ。ああいうのは見れるんだ。韓国のね、映画とか、ああいうのは見れるけどって感じ。ヒロシが黒田くん呼び捨てにしてるから、私は黒田くんに生まれ変わりたい。そんなに呼び捨てがいいんだ。そんなに。あ、黒田って言ってるけど、まあまあ、それは人様に言うときに言ってるって感じだからね。黒田は、あ、うちの黒田がすみませんみたいな。まあ大体そういうこと、うちの黒田がすみませんやけど。ああ、そうなんだね。なるほど、なるほど。リロちゃん、本当よね。私、ナチュラルメイク大変だったよ。なんせ、安室ちゃん時代だから。そうね、やっぱ持ってなんぼだからね、やっぱりその黒ギャルとかじゃないけど、小麦色にしてみたいな。ルーズソックスか、安室ちゃん世代だと。ルーズソックスっつって。で、それこそヤマンバとかって感じだもんね。たまごっちカバンにつけるみたいな。チョベリバチョベリグみたいな。そうそう。そんな感じ。アッシーくんとか。もうちょっと前だけど。あ、ね、パラサイト、まあまあ怖い。そうだよね。そうそう。あ、一応、あ、じゃあ一応お知らせ入れときます。白夜書房で刊行されている月刊誌、懸賞ナビで、連載を持っております。裸一行の当たって砕けて当たるんかい。今後はですね、もうそろそろ発売なんですけれども、1月発売のものですね。と今発売中なのは。2023年、懸賞会予想というものを書いております。懸賞は時代の鏡なんて言われておりますのでね、2023年何が流行るかを肌結構予想しておりますので、ぜひ雑誌お手元を読んでいただけたら嬉しいです。そしてこちら YouTube やっております。ぜひね、チャンネル登録していただけたらめっちゃ嬉しいです。もうすごいなんかね、チャンネル登録の変動があって嬉しいでございます。再生数もね、安定して、この配信、しかもこれ配信して、この配信は一体消して、そのアーカイブだけを動画化してるんですよ。
なのにそこから、つまり配信だけじゃなくて100人ぐらい見てくれる人が今いるってことは、この後に見てくれる人が100人ぐらいいらっしゃるということで、あ、めちゃくちゃ嬉しいなと思います。この配信のこのトークを楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるということで、めちゃくちゃ嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。で、実写版鋼の錬金術師木下のみ出演なんですけれども、アルフォンス・エルリックという主役級のキャラクターの真理の扉の奥にある本当の体の首から下、僕の体だけですね、首から下だけを演じておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ネットフリックスなので配信中です。で、他にも裸月光 Amazon Kindle で初の書籍、裸月光の1ヶ月当選品生活という本が出ております。電子書籍です。ぜひ読んでいただけたらと思います。その他にもね、いろんな告知できると思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あ、1000人まで残り50人ぐらいなので、頑張りたいなと思います。私もメイクをつけまとカラコン必要だと思ってたから大変だった。ああ、そうなんだ。つけまとカラコン必須。あ、そっか、必須じゃないもんね。じゃあやっぱ女性はもう大変だよね。僕もやっぱ最近やっぱちょっと表出るから多少のメイクはつって、ねえ、なんだっけ、名前出なかった、ちょっと、なんだアイ、いや普通に名前どうせちょっとね、眉毛ちょっとふっと人撫でぐらい描いてる、なんかこうないところちょっと埋めるぐらいにパッて描いて、で、そうね、で、まあ多少のふんわりコンシーラーかなとか、まあ表出るからっつってね、お白いレベルじゃないけど、軽くなんだ、あの BB クリーム的なのふんわり塗ってますぐらいかな、ぐらいっすね、ぐらいにはなんか本当にナチュラルじゃないけど、そうで、アイラインそう、アイラインも引いたりもするかな。でももうそれもしないから、そうそう、で俺痩せてるからなんか少しその太ってるというか健康的な印象になるように少しチークは塗ってるからね、しかも通常のとこじゃない、その頬骨系のちょい上ぐらいのとこ少し塗ろうかなと思ってやってはいます。うん、でもそれも気持ち程度だね、やっぱ男性だからっていうのもあるけど、ぐらいで、そうそうそう、ぐらいで、うん、そうそう、ぐらいで本当に、そうそう、やってはいるんですけれども、なんだこれがど忘れしてんだ、あ、普通にアイブロウで当てたんだ俺、アイブロウって違うかと思ったけど、アイブロウかな、そうそう、アイブロウ、なんか眉毛だけは描いといた方がいいとは聞くからさ、うん、とはふんわりね、別に過剰なこととかになるぐらいにはしないけどって感じかな、あと気持ち程度です。カバンはシノラーみたいな人多かった、はいはいはい、シノラーね、もういっぱいつけてんだよね携帯のストラップとかね、まあ、ベッキーさんとかね、そのもっと後の時代だけどベッキーさんとかすごかったね、シノラーね、アムラー、シノラーね、キノチはあんまり可愛くなりすぎないでねどんな感情なんちょっと元が可愛すぎてモテちゃうと私に不都合あるから、あ、なんかあるんだね不都合がどんだけなそんなね、いいもんじゃないからね、そんなおっさんがメイクちょっとしたぐらいで変わるかな、わからんけど、あ、まあでも正直これやきもち焼かせるわけじゃないけど、あ、メイクしだしてやっぱり少し変わるよね、色めくはね、そのなんかあれこれモテてんじゃないって思う機会はそれはうっすらは上がる、うん、モテてんじゃないぐらいのね感じ、
まあそれはその感覚って、その、ポテセルはじゃないよ、これ。言っとくけど。なんだ？童貞における、モテてんじゃない？みたいな感じ？ぐらいは、なんかあるようになるんだ、とは思ってるね。本当に。もう。って言って、やきもちを焼かすっていう。いろんな人の、各方面に。もう誰がモテるか、こんなやつ。って感じでございます。じゃあ、1時間ぐらいやりましたかね。明日ね、事務所ライブなのでね、もし来てくださる方、本当にありがとうございますね。来るよって言ってくださる方も聞いております。ありがとうございます。配信からもね、ね、見てくれる人も、いるみたいなので、ありがたいなと思います。先月かな、なんか、家族が見たということで嬉しかったですね。優勝するところだったので、よかったですね。優勝したので、前月。聞きたくないなーって来てるけど、あとお前って言うわ。お前、りっちゃんって名前書いとれないき。お前、りっちゃんって名前書いとれないけ。俺のアドバイスまんま採用しとるやないき。ありがとう。私にとっては弟だから。片山さん、それ強がってるんじゃないんですか？弟だって思ってた、あの男の子が。え、何？キュン？みたいな漫画見ますからね。1ミリもモテずに生涯を終えて、お前どんな願望？どんな願望なん？りっちゃんになってるし、笑。そうだね。ポンタさん、まださん、またね。またね。ありがとう。ということで、終わろうかな。この後ね、ツイートしますのでね、反応いただけたらすごい嬉しい。というか、マジで、いいねしてほしい。正直な話言うと。いいね、無料じゃないですか。いいねしてほしい。まあ、リツイートもとまでは言わない。リツイートもしてほしいけど、リツイートまでは言わない。でもね、こう、いいね、ちょっと押してほしいなって気持ちあります。これは俺のわがまま。あんま言わないでしょ、わがまま。いいね、ちょっと押してほしいなって気持ちがあります。そう。なんか、YouTube 見てくれるんなら、いいね、押してくれてもいいじゃん。っていうところは あります。お酒の勢いで言わせていただくと。いや、別にいいんだけど、無理はしなくていいけど。って感じです。やった。あ、呼んでもらった。あ、ありがとう。という感じで、配信終わりたいと思います。まあ、この後ね、アーカイブも見てくださる方、いっぱいいらっしゃるんでね、本当に、あなたは一人じゃないよっていうことをお伝えしたいし、配信で見てる方もめちゃくちゃありがたいです。ありがとうございます。それでは、配信終わろうかなと思います。では、はい、私だけが木の詩を好きでいればいいんだ。すごい過激なこと言ってますけれども。いっぱい増えてほしいなって僕本人は思っておりますよ。そう願ってほしいですからね。よろしくお願いします。じゃあ、またね。ツイート、反応よかった。